いただき。 Thank you.
どうした？何？そうじゃな。いい感じ。ダメね。いただき。
いただき! さて。
やるじゃねえか。
いただき。さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの。山頂までもう少しかかりそうね。大地ちゃんに会う前の大事な時なんだし、
ここでしっかりと休んでいきましょう。いよいよ明日は命の大樹のもとへ向かうのね。なんか緊張してきたわ。ねえ、セーミャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。うん、そういえばラムダの長老が言ってたな。あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで、世界の命のバランスは成り立っているの。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？も、ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディの天敵よ。ねえお姉様。ん？私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだから、どうかしら。うん。でも、そうだといいわね。やったぜ。どんなもんや。Yeah!
ドルクモア。ダメね。さあ、行くぞい。おのれ。すごい。
なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか。間違いあるまい。さあ、6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。これは虹の橋？なんてまばゆいのでしょう。いよいよ命の大樹へのお目通りが叶う時が来たわね。さあ行きましょう。やったぞい。すごい。これが大樹の魂。なんという大きさなのかしら。
世界中の命がパンパンに詰まってるからな。これぐらいでかくないと収まらないんだろ。こうしてそばで見ているとちょっぴり怖いわね。なんだか飲み込まれちゃいそう。いや、何これ、ピリリって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払う者、おそらく勇者の剣であろう。さあ、大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならばあれを手にすることができるはず。てめえ褒めろせ、いつの間についてきやがった。まったく鈍いネズミどもだ。誰一人として尾行に気づかないとはな。はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたが何をされようと私に危害を加えることはできない。なんて強さ。さあ、喜びに震えるがいい。貴様たちはこれから我が宿願を果たすための礎として犠牲になるのだからな。悪魔の子よ、悪魔の子と手を結びし者どもよ、この命の大樹を貴様らの墓標にしてくれよ。ここで果てるがいい。集中して。覚悟しな。終わりだ。ご機嫌なさい。
闇の力を受けよ。我が力に震えよ。あの真っ黒いオーラのせいでちっとも歯が立たねえ。その異様なまでの力、まさかまさかお主が。大樹の魂か。これさえあれば世界をどうすることも思いのまま。待て、ホメロス。おいよ、見ていましたか、今の戦いを。ホメロスの力こそ闇の力。私たちは随分長い間大きな勘違いをしていたのかもしれません。ホメロスこそこの大地に仇をなす者。ホメロス、何故に魂を魔に染めた。もはや弁明などさせぬ。ホメロスよ、王の御前で成敗してくれる。今までご苦労だったな、グレイグ。およ、これは一体。ホメロス、よくぞ勇者を仕留めてくれた。褒めて使わそう。おお、なんとありがたきお言葉。我が主君、ウルノーガ様。お前がウルノーガ、まさか王に取り付いていたとは。勇者よ、今こそ我が手中に落ちる時、その力いただくぞ。これが勇者の力。こ
これさえあれば。そしてこれが勇者の剣だが、我は魔王なり。勇者の剣が魔王の剣に。生命の根源、大樹の魂、その力、我がもらった。眠れないのかい？お母さん。さてはエマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。ん？笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタンコブができてる。それで、あんたはやり返したの？これからも同じようなことはきっとある。だから今から言うことを覚えておいて。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。僕はエマと仲直りしたいんだ。お母さん、僕はどうすればいい？まずはきちんとお話をするのさ。その人が何を感じて、なぜそうしたのか。そしたらきっとその人のことが見えてくる。それからあとはとっても簡単。笑って握手をするだけさ。さすがあんたは私の子だ。さ、もう眠る時間だよ。おやすみなさい、お母さん。おやすみ。何も怖がることはないさ。朝が来たら、すべてが良くなるよ。
すみおやすみ大樹の子らよ、静かな静かな夜が来た。光の巫女が目を覚まし、闇を払って光の明日が来るまで。勇者は見つかったか。いえ、魔王様、世界中どこを探しても勇者の姿は見当たりません。そうか、死んだか。勇者はもういない。この世界、我のものなり。